まあ、時々こうね、話します。子供の成長日記といいますかね。サウワ、サウワダディの。ビッグダディのことですね。日記ですね。サウワダディの。めちゃくちゃ遠いですけど。子育て日記ということでね。まあ、成長しております。日々ね。運動会もね。 なんかいけなかったんだけど、うん、話を聞いたら、うん、次女は徒競走で1位をね、通ったみたいでね、うそうですよ。次女のすごいのよ。うん、ふくらはぎと、このお尻の筋肉がもう、異常に本当に、ムキムキなの、うん、なんかしないで、うん、女,女の子なのに。 ビスケットオリバーみたいな、もうこの、バキの、のケツ、足だけビスケットオリバーみたいな、ムキムキで、やっぱ、あだから足も早いんだよね、結構。いんだね。そう。で、そんな中、ちょっとこの、まあ、恋というかね、恋模様の方も成長してるというか、幼稚園こう、迎えに行ったの。ちょっと前ね、昼過ぎぐらい迎えに行って、で、そうすると、まあ幼稚園こう終わって、子供たち園庭でこう遊び出すわけよ。 解放されてるから、ある程度の時間まで。帰りはね。そう、勝手にばーって遊び出して。それをもう、パパ、ママたちちょっとこう眺めて、ちょっとこう、なんかおしゃべりしてるみたいな、光景がいつもこう、そうそう広がってるんだけど、俺迎えに行ってちょっとこう、他のパパさん、ママさんとね、ちょっとおしゃべりしながら、子供たちを待ってたの。なんか遊ぶの飽きるのをね、帰るまでね。したら、俺のこの足にね、ギューって抱きついてくる男の子がいて、 男の子。そうそうそう。いやだって。で、ばってみたら、え、うちの娘が、長女ね。六6歳の娘が、好きな男の子。うん。なの。話は俺聞いてたからさ。どっちその娘が、娘が、その男の子のことを好きなの。ああ。おお。その、この、この子かって思いながら俺はさ。したら、その、なにちゃんパパって。うちの娘をね、名前になにちゃんパパってこう抱きついてきてんだけど。だからまぁちょっとその、 ま、仮に今日は、うちの娘の名前をテルことしましょう。カメの。のおばあちゃんの名前じゃなくて、そう。仮の名前のイメージしやすいように。おばあちゃん喜んでるかな天国。テルことしましょう。おばあちゃんの個人情報はどうでもいいとか。おばあちゃんの個人情報はもう、それはもう天国しますから。天国は天国でまた管理してるでしょ、多分。ね。ばって言ってきて、それから、テルコちゃんパパテルコちゃんパパってくるわけ。で、お あ、この子ってなるでしょうで、てるこちゃんの、好きな子知ってるって聞いてくるわけ。はぁ。俺にね。あれそう。おーって。お前だよお前だよって思ったけど。そうだろ。これ、まあ言っちゃあれじゃん。やぼな。やぼね、娘に。そうそうそう。いや、だから知らないかなーって言ったの。そりゃあさ、娘が傷ついてるのに知らないかなーって言ったの。て。そう。そしたら、僕だよ。うわー こいつこいつっての、え知ってるのやべえやつじゃない。何それみたいな。知ってて聞いてんのそう。こないだ聞いたんだ。うん。の、こいつで、それを、う日父親に、かましてきてない。す、げえ子だなってなって俺のうん。そか、って。えあそうなんだみたいな。で、僕もてるこちゃんのこと好きって。あらうおこれはもう、両思いじゃんって。 お父さんって呼び出すよ。呼び出す。でもまあ、無邪気だし、可愛いし、その子は本当にいい子なの。本当に無邪気で可愛い可愛らしい子だからさ、まあ、いいか、息子と、うん、呼んでもまあ。まあ、うん。楽しいね。いいかな、娘としては。そう。って思ってたのしたら、えでね、まあ1位が出るゴじゃんでしょ ?2 位が何々ちゃんでしょやば。え3位が何々ちゃんでしょ ?4 位が何々ちゃんでしょう4位まで決まってるんだって。 言わない方が良くないかな,せてんなそう、パパに。ああ心象が悪いよ、ああすごい。<laughs> そ<う>よ <laughs> めちゃくちゃじゃないだって、うん、娘さん、娘さんは僕にくださいって来て。うん 今娘さん実際1位なんで。うん。あの4位と迫っては来てるんですけども、今んとこ1位なんで。よくね。娘さん僕にください。みたいなことだから。これもう恋の精神面での成長ですよね。うん。ンジなんてかんないからね。まあ恋愛、まあ恋はしてたよね。まあね。してたかな。祝いはやっぱりあの、ちょっと遅れてたからな、その辺やっぱ。おいなんだそれお前恋愛の方はちょっと。ちょっと成長ちょっと俺もうほんとま、岩 幼稚園の時は思っとなウーブだったからふざけんなよ、どこでカウント取ってこうとしてんだよ。わかんないと思うけどね。で、あと、このもう一個なんだけどね。もう一個こう成長というか、すごいびっくりしたんだけど、まあ、3年ぐらい前からかな。うん。えまあ、上のこの娘二人。うん。3年ぐらい前からお風呂上がり、こう体拭いてあげるじゃん。うん。その時に、やっぱ泣いちゃうわけよ。 その、昔、もちょっとこう、3年前、ちっちゃい頃は、お風呂入ってたんずっと。<ー>お風呂で、湯船で遊んでたいから、上がると泣いちゃうの。<ー>で、それを俺がこう、タオルで拭きながら、変な顔をして、ちょっとこう、泣きやます。みたいのをやってたん、ずっと。ねうん、で、そうすると、まあ、こう、睨めっこというか、俺が変な顔して、向こうはもう、笑わないように、我慢する。みたいななんか対決をずっとこう、3年ぐらい前から、こう、俺が体を拭くときは、やる。 みたいなのがあってさ、ねうん、本当にそれを始めた初期の頃はもう、ちょっとこう鼻の穴を膨らますみたいなね。うん。うんってちょっと膨らますだけでもう、ううわぁみたいな。大爆笑。うん、うわぁ、すごい、もうその、いいね、ちょっともうお風呂上がるので泣いてたのに、すごい笑ってさ、うん、一気に機嫌良くなるな。そ<ー>してやっぱ、ちょっとずつ笑わなくなってくるわけ。は特に長女ね。うん 長女はやっぱり、まあ、うん、年齢も上だし、ね、次女は結構、まあ、笑ってたんだけど、うん、そう、長女は笑わなくなってきて、うん、だんだん30秒ぐらいかかるようになってきたの。うん、<laughs> 結構やってんな。<laughs> 30秒変いって結構辛いよね。うん、きついね。顔の筋肉が、ね。うん、でも笑うまではさ、俺もだってこれ、うん そんなやっぱ負けてらんないしさ。うん。プロの笑かし屋やとしては。そ笑かし屋やと。笑かし屋やって言ってんのお前自分のこと。笑かし屋やじゃん。俺ら。笑かし屋やだから。だな、お前。で、しかも娘、変な顔。こんな笑かし屋やとしては。30秒もかけてらんねえよ。こっちはさ。 すぐ笑かしてやりたいからさ、こっちは。出せよ。なんとか、頑張ろうつって、変な顔しながら、ちょっともうこの下ね、ベロをさ、でむねでむねって出したりとか、変な顔すると同時に、こう、はいって、この、ちょっと声ね、はいー、はいって、声出すとか、笑かしへやめろ、 やめろ、わらかし屋は。そうなの、わらかし屋。サーベの主な部分なことやってんだったら、お前。変な顔して。はいどこがわらかし屋だよ、お前。15年やってるとさ、灰よやっぱ手に入れるよね。15年でやって、そこかよ、お前。わらかし屋。手に入れて、それやり出して、またこうすごい笑うようになって。で、こうのらりくらいこうやってて、で、今年、うん。入って、頭ぐらいで、 本当にもう、1分ぐらい笑わないの。ええ。少女がもう1分ぐらいやってる。いろいろやって。1分の顔芸奨もきついよね。きついよ。ほぼ同じ顔だから。うわつってしんどい。でもなんか最後はこう、ちょっと笑ってくれたりとで、そこから、ま、このコロナに入るわけだよね。うん。コロナか。自粛期間。ってなって、毎日一緒にいて、毎日こう、お風呂。そう。あんだ。 今まではまあ仕事そういう時とかがさ、結構多いから、まあこう定期的にだった毎日一緒にいて、毎日やらなきゃいけなくなるわけだよね。で、毎日俺はこうやってたん。してもどん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 体勢がついてき、1分が1分半ぐらいになり。結構だね。で、やばいあ、これもうやばい。もう、開けようと。パンドラの箱を、バラカシアの、バラカシの変顔のね、指、手を使おう これは手を使っちゃう。うん、もうしょうがない。これはもう笑かし屋失格です。えぇあんのルール。ダメよ、ほんとに。あるまじきこういう笑かし屋として手を使っちゃうっていうのは。そうそういやいやいや、アイドルのやるやつ。これしかないと思って。で、もうこの目をさ、横からこうギューって潰すやつね。あの、面白い。誰でもある程度面白くなるやつね。それをギューってやったの。それも、瞬殺。 この技使った瞬殺こと俺はドーピングだもん。完全に。うわーみたいな。何それみたいな。しばらくこの指で目を潰すブームになるぐらい、もう、笑ってくれて。で、それもでも一週間ぐらいやり続けると、効かなくなってきて。やばいとこに手出してる。そうそうそう。もう、で、先月ぐらいかな。長女がその、もう、2分ぐらい笑わない。うわ。みたいな。やばいじゃん。日が来て。でもまあ、本当に、 日本でもう、やばい、心折れそうになったけど、なんとかもうめちゃくちゃやってさ、最後もう笑ったの。で、よし、よーし、パパの勝ちだね。みたいな俺言ってさ、そう、パパの勝ちだね。つって、したら娘が、いやー、なんかその顔で変なこと言うの想像したら笑えちゃった。えいや、それもう顔じゃないじゃん。 俺がやってるこの顔で、娘の中で、心の中で、この顔でなんか、あのこと言ったら、面白いな、みたいな。一人でなんか、俺の顔でなんか、帯みたいなのやり出して、それを自分で想像して、笑っちゃったんだって。自分の実力だ。そうそう、自分の実力で。うわ、やばい。これ、長女にこうされる日が、笑かし屋が、6歳の娘に。 殺される日がもう来るぞと。父親の遺言がやっばなくなる。息子になんか、この腕相撲負けるみたいなやつ、娘にらめっこで、マラカシアが破れる日が来る。これやばいなつってて、昨日、昨日よ、昨日、急に、次女が全く笑わなくなった。来た。そう。なんかわかんない。才能が開花したのかが。次女が全く笑わなくなって、もう本当に、もう、 カメンみたいな。もう、くすりと。うんとも、すんとも。で、2分半ぐらいやって。で、俺もう、心折れちゃって。2分半ぐらいって。なんだこの、何急になんだってなって。いや、パパ負けちゃったよって。俺言ったの。顔引きつりながら。パパ、パパ負けちゃったよ、みたいな。でも、え、面白かったでしょってさっ面白くなかったよ。うん、やば。わら笑かしや、殺し、そう。 本当に1年目のネタ見せの作家さんみたいな顔で面白くなったよ単純に面白くなったようわーってめちゃくちゃ怖くて本当にうちの娘次女がんかもうムキムキの下半身ムキムキのお笑いサイボーグみたいななっちゃってそうで左利きだからうちの次女女女松本人志みたいなのが今誕生しちゃってるというもうやばいね やばい。ドキュメンタリー出さないと。ドキュメンタリー出したら多分。強いだろうね。強いだろうね。って言っても俺の変顔で笑わないだけだけどね。それぐらいじゃ、ドキュメンタリー戦えるかわかんないけども。8分やったら面白いんだけどね。またね。そこを超えるとね。そこまで心が持つかどうかなあれなんだよね。八8分でやったら面白い。やっぱ古上がり8分やっぱできないからね。ね。そう。 寒くなっちゃうしそうそう <laughs> 耐えれる。いろんな要素でね。原市のターン原市のターン木原みのりで道ちべでした。えー、先週、自分の子供を表すのがだんだん大変になってきてね。うん、ちょっと禁断と言われてます。はい、指を使って、うん、変顔。これはもうあるまじき行為ですね、まあ。ハンドラの箱をね、うん、ちょっと、まあ、プロの笑かし屋として、うん、開けちゃいけない箱をね。 あげちゃった。とかしったんですけどねわち。ちょっと、ダサいから。わらかし屋のプライドをね、ちょっと。わらかし屋って言うのやめてくださいよ。ね、わらかし屋のプライドを傷つけてしまいましたけどもね。受け取り師なんですから。<laughs> <laughs> 受け取り師と、でも両方できるから。ネタの受け取り師なんですから受け取り師とわらかし別にいけるから、両方。両方、両方共存できるから、別に。<ー>わらかし屋の受け取り師の、うん、 サイドの人。あの言っときますけど、その、どっちもダサいかやめた方がいいっすよ。あの、打ち消し合わないんで、全然。笑かし屋は、わら笑かし屋じゃん、お前も。いや、いやいや、笑かし屋とは思ってないっすよ、別に。笑かし屋のネタ加工の笑かし屋でしょ、お前は。笑かし屋とは思ってないっすけどね。やめようぜ。えそんな。俺たちは笑かす職業だから。笑かすことしかできないんだから。やめよう、こいつ。それに関してメールが来てるんですよ。 神奈川県ラジオネームハムシステム。藤沢でアマチュアの笑かし屋やらせてもらってます。おい。大変だろう。おい。愛っぽい感じ出してんじゃねえよ。子供が笑わず困ってるそうですね。クラス1の人気者だった俺から言わせてもらえば、そんなの朝飯前。顔面にセロテープを貼って面白顔をすれば一撃です。俺はこれで教室を揺らすほどの爆笑をかっさらいました。同じ笑かし屋としていつかお笑い界のてっぺんで会えることを楽しみにしています。まあ。 やばいよ、ね、俺も楽しみにしてるよ、うん、こいつと出会うのも近いかも、ね、<laughs> 本当にクラス一番の笑かしやって言ってるやつ一番ダサいから <laughs> っ、ね、どっから出会うことになるかもなクラスっていっぱいあるんだからあの <laughs> <laughs> 世の中に <laughs> そんなことなそんなことな <laughs> クラスっていっぱいあるから、ね、自分のクラスと隣と隣ぐらいしかないでしょ <laughs> <ス> <laughs> い,やい,やいっぱいあるんだよクラスっていいいやいやいや、これまいったね